もしも明日この命が終わるとして、最後の一言を君になんて書き残そう。思いは溢れてくるのですが、おかしいな、うまく言葉にならない。天国って本当にあるのかな、聞いたら君は笑う。いつか必ず終わりは来る、それがいつかなんてわからない。だから書き残そう、君へのこの想いを。エンディングの音、大げさかな、だけど伝えたい言葉がある。君に出会えて僕は誰より幸せでした。もしも人生が一つの曲だとして、最後の一音は君と二人奏でたいな。ピタリ揃わなくてもどかしい、たまに調子外れだけどそれが愛しい。タクトを振るように心揺らす、踊り出せ言葉たち。いつか必ず終わりは来る、それがいつかなんてわからない。僕がいなくなったら君はどうするのかな。エンディングの音、それはどんな音、下手くそな愛のオーケストラ。心のホールにお客さんは君一人、君だった。ねえ、どうしてあの時素直になれなかった。ごめんね、もう言えないままぽっくり来たから。いい、初めは小さい欠片だった君も僕も、それがあれやこれや姿形変えてやっと見つけ合えたんだ。同じになれないから虚しい、でも分かり合えた時すごく嬉しい。二人でいればそこはいつも天国、つまり僕が言いたいのはそう、ただそばにいて。必ず終わりが来る、それが明日かもしれないなら、今書き残そう君へのこの想いを。エンディングの音、時を越えて三千宇宙も飛び越えていけ、最後の言葉、僕の全てをかけて。どうか忘れないでいて、共に歩んだこの人生を。君に出会えて僕は誰より幸せでした。君に出会えて僕は誰より幸せでした。もしも明日この命が終わるとして、
最後の一言を君になんて書き残そう。